どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。M2 プラントのあさみです。M2 プラント伊丹店所属の岸野です。今日は、秋冬に入荷した生地、はい。このジャケットを使って、はい、まあ、ジャケパンのコーディネートをしてみようと。はい。ということで、これは、ちょっと画面上わかりにくいんですけど、紺なんですよ。紺とね、これ、黒かなの糸を、2色の糸で織って、ちょっとこうざっくりした、生地感なんですけど、まあ、スーツとしてもできるし、ジャケパンとしても使えそうなので、ちょっとこう万能な生地かなと思ったんで、今回はそのジャケパンにちょっと焦点を当てて、どういうパンツが合うかっていうのを3選、3種類ご紹介させていただきたいと思います。はい。ということで1つ目なんですけれども、今回は、シャツは白で全て合わせてるんですけど、トレンドのこのボタンダウンのシャツを使って、コーディネートしていきます、はい、もう本当にボタンダウンでちょっとこういう幅広の、まあ、レジメンのタイを合わしてるレジメンタルタイを合わしていますので、もう本当にこうアイビールック風の感じに、うん、割とこう大きめの格子チェック柄、そうですね、まあ、本当にこうちょっとこう学生、あえてこう学生スタイルみたいな感じに合わしました、はい、でこれこのジャケットはね、普通の樹脂のボタンなんですけど、メタルボタンにすると、より一層こうトラッドな、そうですね。うん、感じが出るので、まあ王道のコーディネートといえば、王道なんですけど、まあ非常にこうクラシックな雰囲気が出るので、うん。で、色もそんなにね、派手じゃないんで、ビジネスでも使いやすいかなということで、まず一つ目は、格子柄です。はい。はい。はい、はい。次はですね、グレーですね。で、無地に見えるかもしれないですけど、バーズアイになってます。うん、そうですね。そうですね。ジャケットが、まあ、紺と黒の、ちょっと折り柄っぽい感じなんですけれども、はい、下も、グレーと黒の、なるほどね。合わさせていただいております。どちらにも黒の糸を使っていると。そうですね。でジャケパンスタイルでも王道な組み合わせだと思います。うん。で、感じ的にも先ほどのアイビールック、スタイル的にも、ね、はい、通じるものがあるので、これはまあ一番ビジネスでも取り入れやすいかなと思います。やっぱり色が、はい、さっきはチャコールグレー、暗めのグレーでしたけど、はい、今回ね、バーズアイってこうパッと見ライトグレーに見えるので、はい、全然雰囲気変わりますよね。そうですね。さっきと比べると、はい、軽やかな印象というか、はい、非常になんかこう清潔感のある、そうですね、うん、コーディネートになったかなと思います。はい。はい、ということで、はい、二つ目はこの、バーズアイ。はい。はい、ということで、はい、3つ目、はい、ちょっとネクタイ変えましたけど、打って変わってですよね。そうですね。ちょっとこう、トーンが暗めの。暗めの、フォーマル感あふれるコーディネートにしてもらいましたけど、さっきのは、もう本当にトラッド、アイビースタイルをこう、はい、ちょっとこう、盛り込んだコーディネートにしましたけど、はい、今回はもう無視してます、そういうのは。はい、なんていうんですかね、ジャケパンですけど、あんまりこう、カジュアル感の、そうですね、を感じさせない。はい、きっちりしたジャケパンというか、はい、うん、スタイルって感じで、ジャケットにね、最初に言いましたけど、紺色の糸と黒の糸を使ってるので、まあまあこれは色を拾ったというか、はい、黒の方を基調としたコーディネートですね。はい、なので非常に落ち着いた、そうですね、まとまりのある雰囲気になったかと思うんですけど、合わせてネクタイももうシンプルな、はい、うん、まあ、モノトーン調のコーディネートにして締まった感じを、うん、出したって感じですね。まあもうちょっとこうジャケパン軽い感じにしたいって方はネクタイをもうちょっとアクセントのある明るいものに変えてもらったりしてもいいと思うんですけど、まあ今回のはこう全体的にちょっとこうシックな雰囲気に、はい、はい、まとめてみました。はい。まあ以上この3選なんですけど、まあやっぱりまあ何度も言ってますけど合わせやすい。そう。こういう柄は。本当に。一番定番的。うん。なので、まあ非常にこう、ジャケパンって経済的ですし、ジャケット一着あれば、下パンツ何通りも、はい、今回ご紹介したのは、まあ格子、チェック柄と、バーズアイと、黒ですけど、まあ他にも、ド定番で行くとグレーの無地とかでもありますし、なんかこう、パンツを変えるだけで、表情っていうのは、雰囲気っていうのも非常に大きく変わるので、はい、うん、まずは、こういう取り入れやすい、色柄からジャケパン始めていただくと非常にジャケットは一着ですけど飽きさせないコーディネートというかね、はい、
周りの相手、お客さんとかお仕事の人とかになんかこういつも違いを与えられるコーディネートができるかなと思いますので、はい、ぜひ挑戦してみていただけたら嬉しいかなと思います。はい、はい、ということで今回は今期入荷したこちらの記事ですね、現時点ではまだ在庫ございますが絶対すぐなくなるんで、そうです人気の本色早めに、はい、気になった方は本当早めに作っていただけるといいかなと思います。こちら今期入荷した記事を使って、はい、ジャケパンのコーディネート参戦ということで、はい、お送りいたしました。はい、はい、この動画を面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。